ベーシストの牧山春菜です。本日は、私が使用している機材の紹介をします。よろしくお願いします。かわいい。はい、かわいいですよね。本当に一目惚れです。買ったのは去年くらいに、いつもお世話になってる楽器屋さんで見つけて一目惚れして買いました。これは74年のフェンダーミュージックマスターっていう楽器で、この年代の、これは全部パーツもフルオリジナルなんですけど、特徴は、まあ、これがシングルコイル、ギターのピックアップなんですよね。そう、使ってあったり、このミュージック MM って言われるんですけど、これは、まあ、ムスタングよりちょっとちっちゃめのサイズで、何よりペグが特徴的で、ダーツ羽タイプって言われてるんですけど、ちょっとハートっぽいペグになってる、そういう楽器です。なんか結構ポコポコした。 なんだろう、なんかこう丸みのある、なんか木っぽい音がします。レコーディングはまだ登場したことがなくて、いつか使いたいなって思いつつ、でもアコースティックセットのライブとかではたまに使います。これはフェンダー社が最後に作った取材のベースで、何年前だっけ ?4 年前、4、5年前に購入しました。で、メープルと足、もういわゆる王道のちょっとパキッとした5弦ベースですね。すごい気に入ってて、ここも貝のこう芝のあれが入ってたりとかして分かりやすいです。基本的にこのベースはアクティブでしかあんまり使わなくて、そうですね、まあ、基本センターとちょっとローをプラスしたりとか、ミドルがこのウルトラシリーズは特徴的なんで、ミドルをちょっと上げたりしながら、そうですね、基本的にはセンターです。センターがこんな、まあ、結構パキッとしたアクティブらしい音で、ミドルを足すともうちょっとパキッとする。なんかこのミドルでいろんな色を変えれる特徴的な楽器だなって思ってます。もともとその私のやってるバンドの「パジャマで海なんか行かない」の初期作だったり、ライブはもうずっとこのベースでやってて、で最近はレコーディングだとマハラージャンさんが出した EP の中に入ってる「I'm Just Looking」っていう曲とかはこのベースでレコーディングしました。これは、JV シリアル、フェンダージャパンが作ってたベースで、いわゆるなんか明治時代というか、いい楽器が作られてた時代のベースで、 JV シリアルは多分83年84年のたった2年間だけで作られてたベースで、結構初期型のベースの特徴なんですけど、2連スタックって言って、フロントとリア一個一個にトーンがついているっていう、ボリュームトーンボリュームトーンのスタイルです。そう、サウンドはやっぱなんか結構思ったより丸みがある。なんか丸みのある音で、そうですね、結構どの現場でもすごい使いやすいのが、やっぱトーンが一個フロントリアについてるので、音のスタイルは結構細かく調整しやすいというか、フロントのトーンを切っただけでも、
フロントマックスで、リアも。なんか結構スタイルが変わるので、こう曲の感じだったりアーティストさんの感じだったり合わせて音は作りやすいっていうのはだいぶ特徴的かと思います。これは今ビッケブランカさんの、ツアーだったり、ビッケさんはもう基本これ1本でやってて、あとは、木村カエラさんのビルボードツアーもこれで行きました。はい。常にかけてるエフェクトはこれが何だったかな、名前がブレンダーと、あと MXR サンズ、あとコンプが常にかけてるエフェクトですね。でもブレンダーは、このフューチャーインパクトとつながってて、フューチャーインパクトだけだと音の劣化がどうしてもあるんですけど、それをスルーにしてくれるので、スルーとしてこれはオンになってて、で基本的ななんかベースの音作りというか、なんかこう素の音として作っているのがこの MXR サンズコンプ3つで、ベーシックな音は作ってるっていう感じです。フューチャーインパクトはもうすごい特徴的な音っていうか、もうシンセに近いっていうか、あんまり使うことはないんですけど、まあ使ってたのはマハラージャンさんの曲で、まあ「雑菌ファイター」っていう曲があって、もう雑菌みたいな音にしてほしいって言われて作ったのが、まあこういうニャウニャウ系の。でもこれは音が、なんかあったっけ、88、なんかかなり100個近くのプリセットが入ってて、そこからもう音を無限大に作っていける。100個は多分言い過ぎたかもしれないです。なんで、まあ、これに限らず色物系というかノート作る時は使ってます。このズームは本当にヘビーユーズしてて でも私はこのズームはもう1個、ほぼ1個の音しか使ってない、アイスディレイっていうやつで、結構神秘的な音が、こんな感じの音が出るんで、結構なんかこうチャチャ入れとか幻想的な風景の時に、ベースじゃないなんかこうふわふわ成分が欲しい時とかは。なんかもう適当に弾いてこれで作ってもらうみたいな感じで結構使ってます。もう私激推しのフィルターはこれ、ソースオーディオのエンベローブフィルター。もういろんなフィルターが基本的に大好きなんですけど、ワウみたいな、いろいろ探した結果これが一番いい、自分的には好みだと。これはもうどこの現場でも本当に使ってます。いろいろシンセっぽくも使えたりするんで、すごい使ってます。で、オクターバーはこれは OC2、 オクターブ OC2 っていう、もういわゆる有名なオクターブですね。これはまあ原音と混ぜて使うことが多い。で、これは面白くて、こう原音をゼロにしてオクターブ1をフルとかにすると、ちょっとシンベっぽい音になる。なんかこういう感じでも使えたりして、なかなか面白いエフェクトです。歪みは MXR の歪みを使ってて。なんかこんな感じで使ってたりしますね。この歪み自体もまあすごい細かく調整できて、
この MXR はもうかなり優秀で、3つの音色作れる。このクリーンボリュームっていうところはあんまり使わないですけど、とこの EQ が連動して、でディストーションの時はディストーションとこの EQ が連動して、オフにしてこれだけかけてる時は MXR のこれ自体の EQ が使えるっていうので、3パターンのが使えるんで、ディストーションもこの EQ でうまく作ることができます。はい、って感じで作ってます。インナーバンブーのコンプを使っていて、もうこれはなんかこう結構腰とツヤが音に出るタイプのコンプで、まあ、セッティングはもうお恥ずかしながら、あれ説明書に書いてあったやつを 参考に、まあ現場で使いながらちょっと調整したりして、基本的にはもう形で このまま使ってます。ほぼプリセットです。はい。いう感じでしょうか。はい、ありがとうございます。